はい、皆さんこんにちは。ようこそおいでいただきました吉松のコーナーでございます。ということでね、今日はねこの本ですね、日本、ね、終戦直後の日本という、私の大好きなですねこの斎藤社というね、ですねちょっとこう細かいで読めるかな、この字はちょっとピントが合うか合わないか分かんないけど、色彩の際に、図書館の都に、ね、社名の社というところなんですけど、私ここのものをコンビニで見つけると必ずこの会社のものはまあ買うんですけど、ですね27年6月発行で第2冊かかっているので、ということはですね結構売れたんかな、この手の本でね、というふうに思います。でこれ一番初発目の写真はちょっと見にくいかな、あの闇市、戦後の、ね、闇市、第二次世界大戦太平洋戦争後の日本ということになってますので、結構あの詳しく書いてありますよね、細かいところまでね。ということで早速じゃあ中身に行きます。まあ私のねちょっと金銭に、金銭ってあの琴糸の琴に何とか線というね、あの湘南線とか線ですけど、金線に触れたところなんですけどもですね、まあ終戦後にですねこれゼロ線とかね他の飛行機の寄せ集められましてですね、火かけたり燃やしたりということで、ガソリンをかけて燃やすということでね、もったいないことしたなという感じがするんですけど、まあこの内容によるとですね、アメリカさんはですね日本のゲリラ兵によるテロを怖がっていたということで、武器は一切廃棄ということなんですけども、たまにねあの YouTube のね、まあ私あの銃器関係の結構番組っていうかチャンネルも見てるんですけど、なんかたまにアメリカでね、38年式歩兵銃、俗に言うアリサカライフルっていう、あれが出てくるんでね、でそれが出てくるのでですね、やっぱりなんか全部が全部処分されてなかったような気もするんですけど、まあいいでしょうね。これはですね、あのまあ戦車をね、あのトラクターに切り替えてね、畑作りとか瓦礫の処分ということになっております。はい。でですね、私笑ったのがですね、まあ終戦直後ね、ちょうどね、冷夏、寒い夏が水害から厳冬、厳しい冬に見舞われてね、敗戦プラスですねこういう異常気象っていうのがあってですね、食料弾になりまして、国会議事堂の前でね、国会議事堂に働いている職員、国会議員じゃないですよこれ、職員ね、国の公務員でしょこれ、だからが芋掘りっていうか畑作って芋を掘ってるというそういう話なんですけど、これを私初めてこの本で知りましたね、こんな情景があったってことがね、さつまいもだからすぐできるし、こう切って入れればできる、ただかなり時間はありますけど、まあ土地を選ばずできるという大変ありがたいね、危機の時には大変嬉しい植物ですのでね、こういうとこにもね活躍してます。から戦後ですね、まあ皆さん方知ってるか分かんないですけど、昭和電工事件というのがありまして、昭電事件とこれ書いてありますけど、これが、まあ、昭和電工という会社がね、あちこちに国会議員とか金ばらまいてね、一大疑惑事件になりました。ね。そういう、まあ、事件もありました。それから戦後2ヶ月間でね、早速ね、宝くじが発売されたんですよ。復興くじといってね。今は震災復興とか災害復興ですけど、当時は、まあ、戦争のね、戦災復興くじというのでね。賞金は10万円プラスですね、麺の反物かな、まあプラス10万円なんですよね。だから10万円で副賞は麺のものになってます。でそのちょっと後ですね、1年ぐらい後かな、あと2年後か、2年後に100万円という千金が出るやつ、それから48年、昭和23年にですね、副賞に、家一軒というのもねあったそうです。これ見るとね、みんな、まあ、当時からは庶民の一番娯楽だったんですね、こうやってね、みんなね
宝くじにもみんな集まってる。今もそうですよね。まあ昔ほどの人気はあるのかないのかよく分かるんですけど、でもたまに買いますけどね。うん、だから喫茶店の話とかビアホールの話とか焼き芋屋の話とかね。当時ね、まあ、今でもあの東南アジアの一部の国とか、まあ、中南米とかかも分からんですけど、停電があったんですよ。停電がね、うん、あったそういうです、まあ、今は停電なんてあったらもう大問題になっちゃうんです。だけど、まあ、連日のごとく停電があったそうです。これから私がちょっとびっくりとしたのはですね、まあ、あの活字に対するこういう活字に対するすごい渇きみたいなのがあって、エログロナンセンスの大衆人気ということで、まあ、当時こうカストリ雑誌という、カストリっていうのはそういう悪いあのこういう何紙使うで作ったりは作ったりなんですけど、その紙のことかなと思ったら違ってね、実はカストリ酒という酒があって、まあ、密造品みたいな、それはですね、あの3号っていう1号2号3号はね、あのこう飲む量ですよ。昔でいう3号飲んだら潰れるほど酔うっていう、まあ、割合するっていうことで、このカストリ雑誌っていうのも1号2号3号まで行ったら大抵その会社が潰れるという、まあ、そういうことらしいです。うん、でですね、これで一番びっくりとしたのは、本を求める人が行列していると、まあ、昔で言ったら Windows のソフトとか Apple の新しい iPhone なんかで今行列してますけどね、昔はそういう行列がですね、本の出版の時にあったんですよ。これやっぱちょっと見にくいかもわからんですけど、この行列している3日前から並んでるそうです、出版社の前で。なぜかというと、この時にどんなものをですね、この時に売ったかというとですね、朝日新聞の記事載ってたんですけどですね、これがあの哲学者のですね、誰かな、うん、有名な方、あのなんとか育太郎、西田育太郎さん、哲学者の方の全集をですね求めて、前夜に岩波書店の前で徹夜する人々、3日前から列ができていて2日で200人ということが書いてあります。これね、西田育太郎という確か禅の研究とかっていう名前だったかな、うん、確かそんな禅ってあの吉橋の禅ね、そういう確か名前だったと思うんですけど、まあそういう感じです。当時活字にすごく植えていて、皆さんが本を読みたいと言って哲学書にですね、こう群がったということです。だから、天皇陛下がですね、あちらこちら回られたっていうようなことも書いてあります。まあ、あのこう涙した人がいたということも書いてあります。そんな感じでですね、あとはまあこんなとこですかね。この時からですね、婦人参政権というのがありまして、戦前はなかったんですよ。婦人ね、婦人参政権というのができました。ご婦人もですね、一票出せるということで、うん、でこれがあのミス日本第1号、真ん中ね、この着物姿の方、これが山本富士子さん、ミス日本、ちょっと見にくいかな、ピンと合うかなな感じですけど、まあ美人は美人ですよね、確かにね。うん、で、独立国としてね、まあ、サンフランシスコの条約を日本は結んだんですけども、結んだんですけども、あのまあその時にですね、まあ、あの参加しなかった国があるんですよ。それはまあ中国、その時あの中国の共産党と国民党内戦があったんで、参加しないっていうか呼ばれなかったんですよね。うん、その後共産党勝って今 の, あの一党独裁のあれになったんですけど、それからですね、まあ、その時にあの、まあ、ソ連も来てなかったんですよ。それから韓国も来てなかったということで、この3つの国との今国境がですね確定しなかったというかな、曖昧なままなんで、ソビエトのところの北方領土、それが韓国の竹島、それからですね、今のあの尖閣の方ね、あの時に来なかった別の国と今こうあやふやなもんで争ってるという感じなんですけど、まあそれぞれにね言い分はあると思いますけども、まあということで、まあ
でもロシアのまあいろいろあるけど、まあ、いやそれはちょっと長引くんで それやめときましょう。から新幹線ができてですね、まあ、プロジェクト X でもあったようにですね、この時に旧ゼロ線のですね技術者たちが集結していいのを作った、まあ、エアブレーキとかね、いろいろと。というわけで、まあ、戦後日本はね、もう涙ながらにしか読めません。これはあの終戦直後に特攻をした夫婦のこととか書いてありますけど、まあ、あの非常にねこう命からがら帰ってきたお父ちゃんに抱きついている人とかね、いろいろあります。お写真もいろいろあります。一番すごいのは、あとこの斎藤さんのこの本はすごい良心的なんですけど、一番初発にですね、こういう爆撃、こんな風なとこからあの赤いリンゴに口ぶり寄せてから始まったよということが書いてあります。はい、では皆さん、もしも興味が出たらこういう本も読んでみてください。ではまたお会いしましょう。